オズの魔法使いの地図、ライマン・フランク・ボームのオズシリーズの架空世界・架空世界とは、実世界とは異なる要素を持つフィクションのための一貫した設定である。固定した名称はなく、創作世界、想像上の世界、架空宇宙など様々に呼ばれる。架空世界は実世界とほとんど同じに設定することもでき、物語の登場人物と物語の根幹をなす。 自称だけが架空ということもある。また、現実とはほとんど全く異なる世界を構築することもでき、時には時空の基本原理を架空のものにすることもある。一般に架空世界といった場合、現実と著しく異なる都市や国や惑星全体の想像上の設定を指す。例えば、世界のあり方や歴史が一般常識と異なるとか、 ファンタジーや SF によくある魔法や超高速工法がある世界などで、そのような架空世界の設定構築が創作上の大きな部分を占めている場合を言うことが多い。架空世界は一つの作品で完結している場合もあるが、ファンタジーや SF では一連の作品で共通の架空世界の設定を用いることが多い。歴史や地理を詳しく定義したり、 架空の言語を構築する場合もある。同じ架空世界を使って一連の作品を創作する場合、相互に矛盾が生じないように注意する必要がある。トマス・モアのユートピアは独自の規則と架空の概念に基づいて想像上の世界を包括的に構築した初期の例の一つだが、これは小さな島だけを描いている。その後の架空世界の例として、ロバート・ E. ハワードの英雄。 コナンシリーズではより広い範囲で世界を構築しており、スターウォーズシリーズ、デイビッド・ウェーバーのオナー・ハーリントンシリーズ、レンズマンシリーズなどは銀河規模あるいは銀河間規模の世界を構築している。パラレルワールドと呼ばれる設定の場合、複数の世界が並行して存在し、それら世界群を架空世界として構築することになる。パラレルワールドは20世紀中頃以降の SF によく見られ、 例えば、スタートレックシリーズのエピソード、イオン嵐の恐怖から、設定が膨らんでいった、共造宇宙などがある。銀河ヒッチハイクガイドシリーズは5作品で構成されているが、その中で登場人物たちは異なる宇宙の間を行ったり来たり、する。より正確に言えば、主人公達と地球の様々な存在状態に関わる、様々な時間線と、様々な次元を行ったり来たりする。 一つの作品だけで完結している架空世界の例としては、ジョージ・オーウェルの1984年オレダス・ハクスリーの素晴らしい新世界などがある。他にシリーズ化されるものもある。最小の架空世界は物語の連続性を一貫したものにするのに必要なだけの属性や時間線だけを備えている。しかし、その作品を異なる作家、編集者、 映画プロデューサーなどが書き換えると偶然か恋かはともかく一貫性が破壊されることがある。特に映画制作においては既存の作品の架空の設定が変えられてしまうことが多い。後付け設定はこのような設定の改変が起きた場合によく使われる。これに対してファンダムは架空世界の独自の規則を作ることがあり、それが一般に受け入れられると 実際の作品もその規則に従う場合がある。ファンが架空世界に追加していく作品群は公式に認められない限り正規の作品とはみなされない。詳細はシェアードワールドを参照架空世界は複数の作家が共有することがあり、各人がその架空世界の設定に基づいて書いた作品がどれも正規のものと認められる。 不特定多数の人が利用することを意図して架空世界を構築する場合もある。例えばゲーム、特にロールプレイングゲームやテレビゲームの架空の設定が挙げられる。例えばロールプレイング、MMORPG やマットなどのオンラインゲームの架空世界は仮想世界などと呼ばれる。二つ以上の異なるキャラクター、シリーズ、架空世界が交差する作品をクロスオーバー作品と呼ぶ。 ありがとうございます。